モード学園内部モード学園国運タワーは、東京都新宿区西新宿に、学校法人モード学園が建設した超高層ビルである。証券化され売却された朝日生命、保険本社跡地に建てられた校舎ビルである。プロジェクトにあっては、学園からの注文である、資格ではないものをに基づいた国際コンペが行われ、建築家や建設会社など、約50社。 150件を超す提案の中から、単下都市建築設計の計画が採用された。創造する若者を包み込み、触発させるという意味を米イメージしたという国運のような外観が特徴で、都市再生特別地区を活用し、基準溶石率1000%の敷地に対して、溶石1370%を実現した。また、施考を手掛けた清水建設が、 タワー建設に際して独自に開発した三次元カナダドルシステムを採用。立体映像を建築現場に導入したことによって複雑な形状の構造建設物であっても工期を約2割短縮できる建設手法を確立した。竣工した2008年優れた超構造建築に与えられるエンポリススカイスクレーパー賞を日本で初めて受賞している。 数百億円に上る事業費は学校法人日本教育財団4月、学校法人モード学園から解消の自己資金ですべて賄われている。高さも学校法人が所有するビルとしては最も高い。タワーは地上50階、地下4階建てで学校施設及び文化交流を目的とするホール、賑わいを提供する商業施設で構成され、 日本教育財団の運営する3つの専門学校東京通信大学、2つの専門職大学のほか、地下1、2階部分には、ブックファースト新宿店が首都圏における期間店として入った。ありがとうございます。